三院ゆかりのアーティストによる夢のセッション企画、その名も We Sing コラボ第3弾は、今回は、松江の伊勢宮の皆さんがスペシャルゲストとともにお送りするコラボになっております。新型コロナの影響で苦境に立たされる松江市内の飲食店街伊勢宮の音楽好きたちとスペシャルゲストとのコラボ。歌を歌ってくれるのはこの方。ヤッホーをご覧の皆さん、はじめまして、井戸と申します。松江市でパブハーベストを経営する井戸さん、自身も音楽好きなことからハーベストも音楽好きが集まるお店に。新型コロナの影響で月2回ほど開催していた音楽イベントもゼロ、お店も一時休業することに。伊勢宮も本当に毎日ゼロ人という、街に人がいないというかつてなかったようなことが起きまして、うちのお店としましても4月から5月の終わりまで閉めておりましたが、で最近少しずつ皆さん明るい顔が戻ってきました。店も徐々に営業再開し、街を盛り上げるイベントも開かれていますが、まだまだ客足は戻っていません。そこで伊勢宮の音楽好きたちに声をかけ、今回のコラボが実現。伊勢宮元気ですよということを届けたいなと思いまして、協力していただきました。ということで参加者をご紹介。こんにちは、ベーシストギタリストの賢者です。ハーベストの常連で井戸さんの音楽仲間でもあるベーシストの賢者さん。そしてこんにちは、今回ドラムを担当させていただきました小沢一里です。居酒屋カバで働く音楽歴15年のドラマー小沢さん、さらに町を盛り上げたいという伊勢宮の飲食店の皆さん総勢10人のコーラス隊、こうして結成されたチーム伊勢宮バンドに花を添えるスペシャルゲストが。ヤッホーをご覧の皆様、出演者の皆様、こんにちは、サックス奏者の宮本美香です。サックス奏者宮本美香さん、ライブやイベント出演など山陰を拠点に活動しています。新型コロナの影響で思うように音楽活動ができない中、新しいことも始めたそうです。3月からずっと人前では演奏ができていないんですけど、これを機に YouTube で動画配信を始めたりして、やれることを頑張っています。前回同様、会ったこともないメンバーもいる中、4人の演奏と10人のコーラスを合体、どんな風になるんでしょうか。恥ずかしいような楽しみなような、こういうことはやったことがないので、ちょっと楽しみにはしてます。全く一緒にやったことのないメンバーと、しかもリモートっていう形で、もうどうなるんだろうっていうワクワクでいっぱいです。演奏するのは RC サクセションの雨上がりの夜空に。それでは行ってみましょう。 We Sing。いつまでもこんなことを考えてるよりも明日のことを考えた方がいいたいみたいな、そういう歌詞もありますし、みんなの伊勢宮頑張れというのが伝わるんじゃないかなと思って選びました。明るく元気にやっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。